アズカバン史上初の脱獄者バーティミウス・クラウチ・ジュニア。アズカバンは北海の真ん中にある要塞でディメンターが監視を務めています。一度収監されるとほぼ全員が廃人になってしまいます。その恐怖と絶望のあまり脱獄者ゼロとされていました。そんな最強の要塞を初めて脱獄に成功したのはバーティミウス・クラウチの息子バーティミウス・クラウチ・ジュニアでした。彼は学生時代フクロウ試験で全ての科目を王を取る前代未聞の魔法使いでしたが、闇落ちしアズカバンで終身刑と父親に宣告されていました。投獄中母親と面会することになり、彼はポリジュース薬を使って母親と入れ替わります。ディメンターは愛を感知することができないので入れ替わったことに気づかず初めて脱獄を許してしまいました。その後母親は牢獄の中で死ぬまでポリジュース薬を飲み続け、バーティミウス・クラウチ・ジュニアの姿で獄死します。そのため炎のゴブレットのラストスネイプに真実薬を飲まされるまで脱獄していたことに気づかれませんでした。チビハーマイオにおいて悪霊の火デッキだと思わせろ、でも実は1コストってこっからテンペンチー、これが本物のテンペンチーだ。さあ行ってくるわ、強いこっからはケルピーデッキです。で水デッキに変わります。こっから水デッキに変わります。さあケルピー飛べ、ケルピーそっから炎デッキに変わります。急に炎デッキに変わります。どこに助けるの、助けれるかなよ、ギリギリさあ今回はバーティークラウチジュニアすり替えデッキ使っていこうかなと思います。このゲームを1年以上プレイしていて上手い人たちの特徴が分かりました。それが相手を分析すること、相手のデッキを把握した上で自分のやりたいことをやるっていうのが上級者では当たり前になってきます。ということで今回は分析できないデッキを組んできました。まず共鳴は最も分かりづらい双子共鳴ですね。仲間カードが増えるだけでその他は全く個性がなく何の共鳴か分かりづらいと。そして今回注目してほしいのは仲間カード1枚目ハーマイオニーからの基本呪文集直前呪文、これを初手にすることによって相手は何のデッキか分からないまま考えているうちに倒されてしまうと。今回はこちらのバーティークラウチジュニアすり替えデッキを使って相手をビャゴンビャゴンにしていきます。やあ父さん、お前など息子ではない。さあ対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。これは3ドローいける、行きましょうか。ハーマイオニー上に行って、はい、か相手ハーマイオニーって、もうねこのね照明写真がね弱すぎるわマジで。守れ、絶対守れ。でできれば、あーこれメテオロジンカーディーだ。ハーマイオニーいける、ジンカいける、よしよしよし、行ってピエルターキー出して、これをすることによって相手マジで何デッキか分かってないからその間に卵を置いちゃって、そしてビャゴンビャゴン花火とかもう適当に打って、適当に打っていいわ、適当に打って相手を混乱させろ。そして卵は2つこっちに置く、どこ取る、そして私は真ん中どうする、どれ取る、サンダーストーム、じゃあいやこれねチビハーマイオニーもここに置いて御三家みたいにしよっか。で相手のケルピーはしっかりと、さあどこ狙ってくるんだい、真ん中かな、あー両サイドやってきた、ただこっちがドフリーだからこっち当てます。よしよし面白いこのデッキ、最高ですね、いろんな戦い方ができるんだぜ。で相手今頃考えてる、え何デッキそれ、え何何それ分かんない、どんだけって言ってると思う、一向になってると思うから一方的に倒していこうかなと思います。楽しいさあドラゴン2体目、ホエメールはこっち誘導します。あーピンポイント、ホールインワン、ホールインワンあーこれねノルウェーリッチバック出すか、いや今ならノルウェーリッチバック出せそうな気がする、ネビルの気持ちがわかる、来いよマルケ、今ならノルウェーリッチバック出せそうな気がする、出ませんでしたね、まあでもいいですよ。さあこっからは風も吹かして逃がせないようにしてドラゴン出して、指名だ、いない、ホエメールしてくるけど、まあ、ここギリギリ、あ危なかったね、
まあちょっと足がないから、まあ、しっかりと隠れて回復してガチ回復して、で相手は絶対にこれちょっと動かんない。よしよし逃げるぞ、逃げて前に出てコンクリンゴで死ねーなー相手はおそらくこっちのデッキを確認しに行くだろう。そのままさあ対戦相手の方が見つかりました。よろしくお願いします。またしても3ゾローができそうだからいきなりぶちかまします。いきます。僕のターン3ゾローからのインセンディオプロテゴね。もうこの時点でルーナちゃんが確定しました。で相手はまだ分かってないと思うので、ホエメラーホエメラーして、まあこれ当たんなくても全然いい。よし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 、でこれはエルンペントンペンドルトン挟んで倒してもらって、イエティ頑張れ、イエティちょっとだけで削ってくれ、アバダケダブラ圏内に入れてくれ、頑張れ頑張れ頑張れ、お前ならいけるぞ、お前なら大丈夫だ。よしナイスナイス、イエティと一緒にピエルターキーを倒しました。そしてこれはしっかりと全部1コスにしてもらって隠れて、ここに打ったがいいけど相手も水牢か。いやでもイエティ頑張ってね。あれなんかイエティ強化された、強くね、なんかイエティ、イエティ突破した突破してる。多分相手おそらくハーマイオニーデッキだなとか思ってんじゃねえのかな。残念でした、違います、水牢デッキでーす強い。あーこれねこうです、下げます、見えてます私。あーこれいやここ両方回復させてあげたかったけど、これゴーンと方向しようか、ここでゴーンと方向してこそうだね。よし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 、カサンドラ姉さん取れたのでかすぎ。でこれはあーツードローをしまーせん、しなくできませんね、というより。でこれはこれして、あ今いけるな、これ3ドローいけるんじゃない、これ行こっか、僕のターン3ゾロー燃やせ、燃やした後にどこにする、こっちか、ケルピー燃やした後は燃やす、そして取る、風でこっちは回復する、そして燃やした後は凍らせる、これぞ天変地異、強すぎる。そして次は相手はどうなってるか分かんねえだろ、よしよしよし、凍らせやすいや最後は物理ブラッチャー、物理ブラッチャーよ。でこっちで取って異次元のブラッチャーを返せ、異次元のブラッチャーしろ、ナイス。でこれこっちで取る、そこで取れ、うわえぐそれは誰も取れん、それ誰も取れんわ、最年少シーカーでも取れんわ。あーこれね、いやただもう相手の体力がないからね、もういけそうなんだけど、いけるよね、あれちょっとまずい、いやまずくはないでしょ、うん、いやただちょっとデッキが事故ってるから、事故りすぎだろ、ちょっと呪文こんかな、 なんでネズミとかさアルパカとか来るんこれ、あやばくねこれ、えやばくねこれ、あでもいけるよねこれ、耐えたらいけるよね、燃やしたらいけるよね、いるよねそこ、いな、ええいえやばくね、えいけるいけるこれ、タイムで勝てるよねこれ、頼むぞ頼むぞ、あよかった最後危なすぎるわ、なんだあのネズミ2体とさあれ。さ対戦相手のベラトリックス、バカ丸出しのベラトリックスさん、よろしくお願いします。これはいきなりです、僕のさん3ゾロー、さあ何のデッキか考えな、シンキングタイムは2秒だ、2秒で考えな、じゃないとやられるぜ。あーいやこれはいやいい、運もいいし入り上がれ、うわーってこれ返されるけど、これちょっと下がってのちょっと魔法生物デッキと思わせよっか、そのためにここで踊ります、あえてあえて踊ります、ここで。そして相手はスキャンダルマンダーねとか思ってんじゃね、スキャンダルマンダーかもしくは、まあ、ハグリッドの3冊本じゃねえとか思わせといてのブラッチャーとかビャゴンビャゴン花火とか
とか扉開いて、よし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 、あーうまい、うまい、うわうますぎそれ。あーいやこれはね、冬爆弾の位置がちょっと素人すぎるってバレるかも。まあ、大丈夫かこれ。セクタムセンプラ撃ってです、イーターを、あーやれんのか。あーこれ、いやオパグノで倒しに行こうか。頼む、倒してくれ。オッケーオッケーオッケー。でこれはここでプロテコ入ります、守ります、回復します。でこれでポリポリ化します。ここで最高、今の陣がめちゃくちゃ最高だから、これはうわープレミア演出入りました。うわ痛いけどまあいいでしょう。でこれは2ゾロいくか、ボクロちゃん、いや2ゾロできない、相手も基本呪文師してきたのかな。ごえメーラーとスーツケース、インセンディオ、待て今だ、よしよしよし、オッケー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 。で粘土ちゃんになって、うーんこれは逃げる準備もしといた方がいい、大丈夫大丈夫、みんな守れる。コンフリングは撃たない、雪玉を投げる、勝てるわけないだろ、怖すぎ。コンフリングだな、ここでコンフリングです。で倒して扉開いて燃やせ、守れ、よしオッケー。あーでコスト使いすぎてるから、これポリポリカデッキと思わせよっか、こっからは相手、あーポリポリカだーって言ってんじゃない、今全然違うから、全部輸入品だから。でこれしっかりと燃やしての、なんかよしよしよし、ヘイターになってくれ、ありがとう。いやポリポリカの中痛いけどちょっと足がないわ。金のスイッチ、コンクリングと、コンクリング打って、いけるいけるいける、勝てるよ勝てるよって、雪玉も投げます。投げて相手はピエルターキーを出してくる。複数のカードをね倒せるやつがいないから、ちょっと呪文集を回すしかない。金のスイッチも入るの、カバンの中に、やめてそれ。でこれはねプロテゴここに貼って、あ貼れてない、あーうわちょっと待って、グレイシアマキシマ、いやいけ、あ間違えた、あ刺してこいよ、刺して殺してこい、殺してこい、殺してこい、殺した殺したあのケンタウロス。さあラストマッチやっていきます。対戦相手のバカ丸出しのベラトリックさん、よろしくお願いします。いきまーす。今日スリーゾローが揃うことめっちゃ多いね。いいよっか、見て、でこれはグレシアマキシマじゃね、ハマユリ、ハマユリグレシアマキシマ、いや避けられる、あこれねハーマイオニーをなんとか守ってメテオロジンカー打ってほしかったけど、うわーそこで出されたら痛いね。あーこれちょっと下がります。で不死鳥からいくわ、不死鳥行って、これケンサウルスで頑張ってもらって、死にそうになったらこの中入って、あーうわあんたが入るのかい、あの不死鳥がお出かけしてるから、これは狙ってダメージ与えて、どっちクルーシオにしよう、こっちでいいわ、こっち取ります、はい、よし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 、オッケーオッケーオッケー。でこれはね攻めよっか、うわなるほど、これはインセンディオだな、これ固めてインセンディオです、燃やします、ナイス燃やし。でチビハーマイオニをね不死鳥がいるところに出したいから、この本を倒して今出します。で隠れときます。でそっちを相手してくれてる間に、あこれね反射神経、はいクルーシオはさせない。でこれニフラーは出しといていいだろう、ニフラー出しといて、いやからの一旦守ろっか、全員を守ろう、ここでよし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 。でブラッチャー出すけど、まあ、ブラッチャーはもう取りに行きたくないからここに置いちゃう、ナイス 2V、 よし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 。で、あこれは集まれ、ナイス、アマユニを守れるか、あー守れんかったけど、これ2ゾロいきます。ボクロさん2ゾロからの、あー今のねー持っときゃよかったんだ、いや
最悪、逃げろ、アグアメイティ倒せ、オッケー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 、うーん、でこれはゾラゴン、イエティでかくして、もっとでかくなれ、あ、これさ、あー、そうしてくるのが、まあいいですよ、これは、うーん、複数を倒せるのはこのオパールアイシに頑張ってもらいたいから、ここで守ります。でインセンディを打ってハグリッドバイクを破壊しに行きます。オッケー、で泡だけダブラーはまだ持っとくか、2ゾロ行こうか、ここで僕のちゃん2ゾロ、これスピファイ狙えるな、うーん、いやこれね、こんなことしちゃう、いや全然違った、回復しよう、回復しよう、回復、動かせない、いやこれザニエル・ラドクリフ2人置いていいぞいいぞいいぞ、これもちょっとサドンデスで勝とっか、これ回復勝負しよっか、こっからあえての回復勝負に挑みます、守れ、全員で3人で、あーただやばいの来るな、これこの攻撃抑えれるか、これ一旦滑走路からビュンで、あ、痛い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 、あーこれまた、いやなんか引け、やばいカード引いてこい、やばいの来い、やばいの、やばいの来た、ナイス、ある、グレッシアマキシマ、足まだあんのか、ある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 、全然あるぞ、うわちょっと時間がねえか、うわークルージョー